はい、どうも僕です。ということで今回もドラゴンクエストライバルズエースやっていきましょう。ということで今回の敵は宝の地図マスターということで、今回は宝の地図ゼシカなんですが、ただ今回はマスターズでしか使えない八つ咲きアニマルやメトロゴースト、そしてこいつレオパルドを使っていこうと思います。まあレオパルドは正直ねこのデッキに1枚しかないんで、まあ絶対使えるとは限らないんですが、でこちらの宝の地図の特徴としましては、やっぱりこういう例えば新天地の手がかりだったら新天地の手がかりという特技カードを使って宝の地図を持ってきたりだとか、星屑を使ってそして宝の地図を持ってくるって感じなんで、特技カードを同時に2回使うことができると。特にやっぱりメトロゴーストとかは上限がないんで、まあ、こいつ出して、まあ、生存できたらリーサルも全然ありえるみたいなこともありえますし、さらにレオパルドを使えば宝の地図を使いつつシャドウも出せるんで、まあ、これも結構ね強い部分にはなるんじゃないかなと思ってるんですが、まあ、特にやっぱり今回注目すべきはメトロゴーストかな。メトロゴーストはめちゃめちゃ強くて本当に攻撃力簡単に上がっちゃうんで、まあ、これさえ生存できたリーサルは全然ありえますし、まあ、4コスに除去ってくれればそれはそれで強いので、まあ、後々ヘルミラージュとかで、まあ、リーサルを狙っていければいいんじゃないかなと思っております。正直ねグランプリで使われている宝の地図ゼシカよりも強いので、かなりいい動きができるんじゃないかなと思っております。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。よしやってこう。先行、そしてカードは八つ咲きアニマルと新天地の手がかりということで、ここは八つ咲きアニマルを交換しましょう。さあそして来たカードはプチファイター。まあまあまあ前半のどうだろうな、前半にしてはいい方だと思うんだけど、まあとりあえず守り人9を使ってからの、ハゲアルさんが来てからの発見をしていく。さあここでまずは宝の地図を出すことによってエンドを守ると。で次のターン多分天使の一撃を使えるようになるんで、まあそこでいい感じに行きたらいいんですが、まあ今回妖術師がナーフされちゃったんで、まあそこはちょっとまあ厳しい点ではあると思うんですが、さあまずはで伝説の勇者、まあ黄昏 A のからの冒険者さん、まあ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 悪くはない全然。でここはまあ新天地使う必要性もそんなないからプチファイターでいいんじゃないかなって思ってるんですが、地獄さん、まあ3ターン目は妖術師、いやあでもそっか、ここで新天地使えば次のターン宝の地図使えるから、まあ新天地使っとくか。でエンドを守っておきましょうか。さあここでほらワクワクするぞ。さあここでまず次のターン、これで天使の一撃が使えるので、冒険者さん、まあこれ2点ダメージ与えて、で宝の地図使って残りコストプチファイターとかがそんな感じが安定なのかなというところですが、さあ終わりテンションアップ、そしてエンド OK、 これはでかい。まあ相手ただ伝説、おっと星、あーまあどうしようかな、ジャミ&ゴンズ、まあとりあえず2点ダメージ安定で、まあただ星屑使う必要性もそんなないから、まあ宝の地図使ってからのプチファイターでエンドでいいんじゃないでしょうか。まあ星屑に関してはまあこれ攻撃をしつつ宝の地図ってことで、まあ特技カードをまあ2枚分にもなるし、まあさっきの新天地と違って1コスなんで使いやすいということを考えると、まあできればなんだっけレオパルド、あいつが来てから使いたいところではあるんですが、まあ来てくれるとも限らないんで、まあそこは様子見って感じかな。そうやってまずサンディ、さあここでまずサンディ来たんですが、まあただマギールさん、まあ2点ダメージ与えの残りコストはまあ地獄さんありだな、地獄さん使って耐久さんにして、まあ天使の一撃使ってエンドときましょうか。さあここで何が来るかな、ケイダンも最高だぜウォーからの、まあここはエンドかな。で次のターンは星屑使ってで、まあ、ダンジョン使った方がいいかな、とりあえずダンジョン早めに使いたいんで、もしくは、まあ、妖術師使って宝の地図とかでもありかもしれない。で、あ、それで星屑使ったら5コスでいけ、あ、4コスでいけるのか、それはでかい。しかしながら全力されていく、しかし地獄さん残っていく、まあ、これで大事、まあ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 そこまで悪くはない。サンディをね除去っちゃうと何回も使わせることになっちゃうんで、そこがめんどくさいので、まあ、できればサンディは取りたくないんだけど、まあ妖術師下方修正されちゃったけど、まあ結構使えると思うんで、これも使っちゃっていいかな。うん、スタッツ減っただけだしね。さあここで終わって、まずは転職をしない、あ、まああれかな、耐久系かな、まあ多分ね建物じゃない、なんだっけ、そして伝説絵で倒してくると思うんで、まあこれはどうしよう、ベロニカも使えないんで、まあメトロゴーストも今標準スタッツと考えると、まあやっぱ妖術師かな、妖術師使ってからの、星屑使って
て宝の地図ゲットしてからの宝の地図をダブル使いと、これは強いね。さあこれでまずはお楽しみは、あー大魔王かな、大魔王の魔からのさらに宝の地図、これむずいな。まあ、こっちも大魔王でいっか。でこれでマギエルさん出してエンドを守ると、さあここで似たような2人がいます、ヨージスさんとマギエルさんということで、まあいいでしょう。さあここでまずは山頂、まあ山頂どうしようかな、山頂むずいな、テンションも今上げられないんでここちょっと厳しいかもしれないけど、おあそっち来るんだ、あーってなると、あどうしよう、新天地、あーもうなんかすごい宝島すぎるんだけど、待てよこれどうするべきだ、あーでもジャミアンドゴンズ使ってテンションアップしてもベロニカが使えなくなっちゃうんで、それがちょっと嫌なんだよな。新天地、あそっか新天地応援か、おいいじゃん、めちゃめちゃ良くない。でしかもあれよ、あの妖術師が残ってくれたおかげで宝の地図も使える。さあこれはお楽しみはこれからよ。いやー呪われし使う必要性あるかな、サンディが残ってるから、でも大魔王も使いたいなって感じがするけど、ちょっと大魔王まみれにしちゃうかでこれでテンションアップします。で、ここ2点ダメージ先に与えちゃう、まあ妖術師はできれば残しておきたいんで攻撃こっちにさせちゃってからのベロニカ使って3点ダメージ、サンディ取る、ちょっと嫌だけど、魔法使いとしては一応なんだから、まあ妖術師やられちゃう可能性もあるんで今自分でもキモかったな。でこれでまあ3点当たっちゃってっか、これなんてどうかしら、あセクシービーム、あセクシービームちょっともう一回サンディ来た使っちゃおうかな、そしたら奪えるよね、これでかいな、まあ、サンディ残してやら、まあ妖術師捕らえちゃうんで、まあこれでいいんじゃないでしょうか。でエンドを守るとちょっと休憩しよっと。さあこれでまあ、多分相手はサンディ使いたいと思うんで次のターンも来ると思うんで、そのサンディをセクシービームで取っちゃうと、やめてくださいよ。ただあでもこれユニット出ないくさいか、もしかしてユニット来なかったらちょっと、まあ、サンディ、あでもそうかサンディステルス、あもうサンディステルス邪魔、どうしようかな、いやこれ取らないべきだったのかな、でも取らなかったそれはそれで何、よろしくお願いします。でこれで3、4になると、まあ、サンディ自体は確かにいけるんだけどステルス持ってるんでそれでいけないんだよな。まあ、ここ回復します、癒しの波動、まあ、ここ大魔王の間をとりあえず耐久5にしちゃって、で残りコストで、まあ、メトロゴースト出すみたいな感じが安定かな、まあ、他やることないからな正直、ガンガン行くわよ。さあゴールド、あーゴールドタヌ、これありだな、まあ、とりあえず一旦守り人使って、ここで一旦耐久を5にしていく、ダンジョン発見したいやぜ。さあこれでまず何が来るか頼む、いいの来い、おーあーおーおーんーあーこれはこれさ妖術師で当たるべきなのかアクバーで当たるべきなのかちょっと悩ましくないちょっと悩ましいよね。えでもアクバー残しておきたいんだよな、生存させたいけど、アクバーいやアクバーどうしよう、アクバーアクバ？アクバ？アクバさん、僕はどうすればいいの？アクバさん、アクバさん行くか一旦。まあミラクルソードとかあったらやられちゃうけど、まあしょうがないかそれはもう。でこれで一旦様子見ます。残された使う必要性もなんか旅人バズワーから届いたけど、花垂れし地獄使っちゃうと全力されちゃうから魔人かな。で。テンションアップして2点ダメージでエンドかな。まあ、ちょっとこれ良かったのかどうか微妙なところだけど、アクバ残したかった、アクバ残したらだいぶ強かったんだけどな。ただまあそれやっちゃっても結局ね、あーまあザキあるんだったら良かったわ使ってだったらいい選択できたんじゃないか。でサンディがフェイスに来てくれたらめちゃめちゃ嬉しいけど、さすがにそれはないか、妖術師来るかな、来るよね、そうだよね。まあ相手目線もねサンディめっちゃ使いたいと思うんで、まあちょっと休憩されていく。まあここはもうだから、でも大魔王の間使う必要性も今ないから、まあメタキンの耐久を上げとく、まあそれが安定か、いやメトロゴースト使っていいな、15でしょ、めちゃめちゃ強くない、これメトロゴースト出してからの、ジャミアンドゴンズで守ってくれれば、まあいい感じにいける気がすんな。あでも攻撃に全振りするっていうのもありか、
まあ、相手ね速攻とかがなければ結局攻撃できないんで HP 減らすかで2点ダメージ与えてカードを引いて、あいいねヘルミラージュね、でテンションアップ使って、で2点ダメージでエンドを守ると、いいよこれ、ワンチャンリーサランナー相手が除去れなければオッケーオッケー、これはでかい、これが面白いのよこのデッキのね。まあ本当はレオパルト使いたかったけど、まあこういう部分も強みなんで、まあいいでしょう、これでいけたら僕これ全然動画化する、オッケーいいよ、どうだ、うわー、まあでもザキ4コスを5コスで除去っていうのはあまりよろしくないよね相手的には、だからこれは悪くない、でしかも3コスしかないんでやるか、まあ2点で止まる感じかな、でサンディ来るでしょどうせ、まあただ20でしょ、まだあと6体出さなきゃいけないわけだから、そんなに簡単にはいけないと思うんで、オッケーいいでしょ、でここでヘルミラージュいいね、まあここはとりあえず、ダンジョンがまず踏破されて、まあよくわからないことになる、だだ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 だ、悲しいな、悲しい事件でしたね、からの2点ダメージ、んードルマゲス、まあまあスタッツは悪くないんでいいでしょう、でここでとりあえずもう脳死でヘルミラージュ2体でいいでしょこれは、でテンションアップでエンドを守る、これは強い、マジでこれは強い、これが見たかったんだよこの盤面を、まあ、これだけ見たグランプリと同じなんだけど、まあ、さっきまでのやっぱり布石というかね、さっきのメトロゴーストみたいなやつのおかげでこの盤面があるわけだから、これはでかい、ザキあそこで使わせたのは相当でかい、でここでまずはレキセント僧侶、まあただこれそうそういけないんじゃないか、これ盤面除去はまあザラキーマとかない限りは無理だけど、残り3コスなんで、あイザヤあるか、お前が共に戦ってくれるとはな、どうもこんにちは、ただこれあオッケー、即死か仁王立ちだったあれだったけど、これは勝ったでしょ、あまた回復、いやいけたいけた、これは絶対いけた、だってさ、残り14の23ダメージだから、オッケーこれは来たでしょさすがに、オッケーオッケー、いけましょうファイナルターンだ、これは絶対ファイナルターン、これはさすがにファイナルターンじゃなかったこのゲームを訴える、オッケー対戦ありがとうございました。